春、京都の桜が満開になる頃、にぎわうお花見客の姿とは正反対に、私の心は深く沈んでいました。京都寺町三条骨董品店蔵で、ある人に出会うまでは。いらっしゃいませ。葵さん、どうかされましたか？葵さん？いえ、ちょっと初めてお店に来た時のことを思い出してまして。あれから2週間ほどですか。早いものですね。ええ、お掃除は終わりました。何か他に仕事はありませんか？そうですね、特にありませんし、お勉強タイムに入りましょうか。はい、ホームズさん。いつもその手袋をはめてるんですね。陶器のようなものの場合は、本来感触を確かめるため手袋はしないものなのですが、これが僕のスタイルですから。これは？コカラツの茶碗です。まずはよく見てください。あまり絵が優れているわけではないんですね。ええ、それもまたコカラツの味わいなんですよ。コカラツは焼き物好きが最後に行き着く品とも言われています。土が固く、広大の土見せがシワになりつつ形作られているのが特徴です。これをちりめんじわと呼びます。ちりめんじわと。葵さんはいつも勉強熱心ですね。いえ、そんなこと。この人の名前は矢頭清隆、通称ホームズさん。私が蔵で働き始めて2週間、こうして時々古美術勉強会を開いてくれてます。このお店は古美術の国選鑑定人として名高い矢頭誠司さんがオーナーで、孫のホームズさんは修行の身。オーナーは世界中を飛び回っていて、まだお会いしてません。店長はお父さんのたけしさんが務めていますが、お店の仕切りは主にホームズさんに任されています。葵さん、お店にはもう慣れましたか？はい、おかげさまで。それは良かったです。編集さんと打ち合わせをしてきます。あとは頼みましたよ。はい。さすが売れっ子作家さんですね。おかげで僕はいつも店番ですがね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。鑑定をお願いしたいんやけど、よろしいですか？ええ、どうぞおかけください。これはこれは、うちの先祖は代々大阪で商売やってまして、それ木瀬戸の茶碗とちゃいますか？どうにもお前は茶碗には興味のうて。木瀬戸の茶碗なら前の勉強会で見たことがある。でもこれは残念ですが、これは偽物ですね。なんやて？本物の木瀬戸は俗に油木肌といって、土の表面に油を流したような艶のある肌感と、なおかつ清潔感があるんです。ですがこちらにはその質感がまるでありません。本物は見た目よりも持った感じが軽やかでしてね、こんなにずっしりしてないんですよ。さらに丹板と呼ばれている緑の発色が鮮やかなんですが、これは随分と黒ずんでいます。間違いなく恋に木瀬戸を真似た贋作ですね。贋作？あんたみたいな若造に何がわかるんや。わかりますよ。おそらくあなたはこの茶碗が贋作だと知った上で持ち込まれましたね。
ノック。あなたは大阪にお住まいの方でしょう。それなのにわざわざ京都の骨董品店に茶碗を持ち込んだのはなぜですか？たまたまや。たまたま京都まで来たからここに来たんや。それにこの茶碗は作られた後、汚し屋に仕事を依頼されたようですね。そんなプロまで関わってるということは、贋作売買も慣れたものでしょうか？そのスーツ、残念ながらサイズが合っていませんし、靴はくたびれています。父が出払う隙を伺い、あなたはこの店を狙ってきた。京都寺町三条に若輩者で未熟な鑑定士がいると知って騙そうと思ったのでしょう。違いますか？いや、その何や。残念やったな。僕は若輩やけど、こんな稚拙なもんに騙されるほど未熟者とちゃうわ。今回はこのぐらいで勘弁しといたるわい。勘弁してやるのはこっちの方や。ああ、もう腹立つでほんま。葵さん、塩でも巻いといてください。はい、塩ですか？ええ、塩です。ゆで卵用の味付け塩しかないですけど、もったいなくないですか？そうですね、もったいないですね。ですよね。ゆで卵でも作って食べましょうか。はい、おいしい。葵さんといるとなんだか力が抜けていいですね。どうしてですか？悪質な贋作に触れてしまった後はいつも一日イライラしてしまうんですよ。ですが味付き塩を手にしている葵さんを見たら、なんだかガスが抜けました。でも驚きました。贋作を持ち込む人なんて本当にいるんですね。贋作と人を騙して金をむしり取ろうとする悪意の塊です。その悪意が僕にはどうにも許せません。芸術を愛する者に対する冒涜です。ホームズさんってまっすぐな方なんですね。まっすぐ？僕がですか？ええ。いえ、贋作を憎んでいるだけで、根性はねじ曲がってますし、基本は腹黒ですよ。腹黒？確かにさっきは黒ホームズさんって感じだったけど。ううん、そんなことない。初めてこのお店に来た時だって。どうしよう、すごく話しかけにくい。いらっしゃいませ。ホームズ、これ見てくれへん？上田さん、いい加減ホームズって呼ぶのやめてもらえませんかね。そないな、課題ホームズさん。これはこれはすごい。横山大観の富士と桜図、なかなかいい品ですね。せろ、状態もええし、かなりのもんちゃう？まあまあ、横山大観やって高価なもんちゃうの？そうですね、とても美しいですし状態もいいのですが、残念ながらこれは工芸画ですね。ほんまか、本物やないんか。あんなに綺麗なのに。なんや、そっか、これはもしかしてって思ったんやけど。あれ、あっさり納得しちゃうんだ。あんなに若い店主さんの言うことなのに。でもお店の品揃えも内装もすごく凝ってる。よくわからないけど良さそうなものばかり。これってお気に召しましたか？いや、なんだかわからないんですが、なんとなくいいなって。そうですか、どうぞごゆっくりとご覧になってくださいね。あのはい。どうしてホームズさんって呼ばれてるんですか？シャーロック・ホームズみたいにいろんなことがわかるからですか？そうですね。君は大木高校の生徒で、もともとは関東の人間。京都に移り住んで半年くらいでしょうか。この店に来たのは鑑定してほしいものがあるから。
だけどその品物は自分のものではない。なんで移り住んで半年くらいって。それは勘です。引っ越してきたばかりという感じもしないし、かといってしっかり馴染んだ感じもしないとなると、去年の夏休みに引っ越してきたのかなと。それじゃあ鑑定してほしいものが自分のものじゃないっていうのは。ここで鑑定するようなものを高校生が持ってるとは思えないですしね。何より自分のものではないから鑑定してもらうのにためらいを感じている。違いますか。それはだけど、あなたはお金を必要としている。だから許可を取らずにそれを勝手に持ち出したといったところでしょうか。清隆、怖がってるやんけ。それやめろって言うてるやろ。せやからお前はホームズなんやて。あ、すみません、つい。やっぱり何でもわかるからホームズなんだ。ああ、違います。ホームズというのはあだ名ですよ。あ、心を読まれた。僕の名字は矢頭、矢頭清隆と言います。家に頭と書くのでホームズと呼ばれているんです。あ、なるほど。それでホームズさん。清隆ちゃんはすごいんやで。この春から京大の大学院生にならはるんやから。京大？現役では入れずに京都府大からの編入学ですけどね。あの京大も大学院からは割と入りやすいんですよ。これで最終学歴は立派な京大院生になります。なんかこすい。あ、今もしかしてこすいって思いました？いえ、怖。やっぱこの人ホームズさんだ。それで、あなたの名前は？あ、真っ白葵です。葵さん、素敵な名前ですね。お住まいは左京区ですか？元は埼玉でしたが、今はそうです。下鴨神社が割と近いところ。ええ、どうしてわかるんですか？どうしてって、なあ。葵といえばなあ。ええ、それはね。葵さん、うちは未成年からは品物を買い取らないんですよ。そうだったんですか。ですが鑑定だけならできますので、もしよかったら見せていただけますか。あなたが持ってきたものならいいものかもしれません。私が持ってきたものなら。コーヒーを入れますよ。飲めますか。あ、お砂糖とミルクがあれば。それではカフェオレを入れましょう。おいしい。そういえばホームズさんは標準語、もともとどこの人なんだろう。ああ、僕はずっと京都ですよ。敬語なので分かりにくいと思いますが。また。いつもそうなんですか。いえ、いつもは思ったことを口に出さないようもっと気をつけてます。今日はどうしてでしょうね。これは白隠絵描の禅画。驚きましたね。本物です。白隠絵描？臨済宗中興の祖とされる江戸中期の禅僧です。このだるま図は状態もいいし素晴らしいですね。もし買い取れば200万といったところでしょうか。200？ もう一つの方も拝見しますね。あ、それも同じ人の絵だと思います。だるまではないんですが。驚きました。白隠の幼子を描いた絵を見たことはありますが、この赤子の絵は初めて見ました。すごいものなんですか。そうですね。なんていうか、僕には値段がつけられません。葵さん、この掛け軸はどなたのものですか？死んだ祖父のものです。古美術が好きで、あれこれと集めてまして。そうですか。葵さんはもともと、家族のものを勝手に持ち出して売ろうとするような子ではないようですね。だけど実行に移した。つまり、それは本当に切羽詰まっているということ。
本当につかぬことをお伺いしてしまいますが、葵さんがおじい様の遺品を持ち出してしまうくらいお金を必要としているわけは何ですか？新幹線代です。なんとしても埼玉に帰りたかったんです。何かあったのですか？先月付き合っていた彼にもう別れようって言われたんです。私その時は仕方ないって思ったんです。彼は埼玉でなかなか会えないし、気持ちが離れても仕方ないなって。でも彼はその後すぐ他の子と付き合い始めて、その相手がすごく辛くて悲しかったけど。そうですか。それで言いたいことがいっぱいあるんです。ひどいって許せないって二人に言いたいんです。だって本当にひどい、ひどすぎる。葵さん、葵さんが持ってきてくれたこの赤子の絵を見てください。絵をですか？駿河には過ぎたるものが二つあり、富士のお山に原の白隠、そう称された白隠でしたが、その名声が地に落ちたこともあったんです。ある時白隠の檀家の娘が妊娠するという事件が起きました。父から問い詰められて答えに困った娘は白隠の子供だと嘘をつきました。娘の父は激怒しましてね、とんでもない生臭坊主だと赤ちゃんを白隠に押し付けたんです。白隠は一言も弁解せずにその赤子を引き取りました。人々に罵られながらも必死にもらい父に歩いて回ったそうです。それを知った娘は本当のことを打ち明け、父は白隠のもとに行き平謝りしました。すると白隠は、ああそうか、この赤子にも父があったかとだけ言って赤子を返し、娘や父を非難することは全くなかったそうです。白隠はその時本当はどんな気持ちだったと思いますか？裏切られて罵られて、それでも懸命に赤ちゃんを育てて、だけど赤ちゃんを返してどんな気持ちだったかなんて、本当は何を勝手なことばかりって怒っていたんじゃ。どうでしょうか、その時の気持ちはこの絵に現れているのではないでしょうか。この絵に、はあ、葵さんにも見えましたか、白隠がこの子を愛する気持ち、そして全てを受け入れ愛していた彼の気持ちが。はい、憎んで恨んで許せないなんて言っている自分が恥ずかしい。こんな素晴らしい宝物を売って恨み事を吐きに行こうとしていた私が本当に恥ずかしいです。葵さん、もしよかったらここで働きませんか？あなたはなかなかいい目を持っています。ちゃんと働いてご自分で交通費を稼いではいかがでしょうか？でも旅費が貯まる頃になっても埼玉に帰りたかったら行ってすっきりするのもいいと思いますよ。はい、どうかよろしくお願いいたします。よかった、実はお手伝いしてくれる人を探していたんです。あの時のホームズさんを知ってるととても腹黒だなんて。どうでしょうか、もしかしたら都合よく使えるバイトが見つかって利用しているだけかもしれませんよ。そんなはずありませんよ。あの時どうして私がいい目を持ってるって言ってくれたんですか？ああ、それは葵さんが足を止めて見入ってくれた茶碗、
これは志乃の茶碗なんです。志乃の茶碗？祖父の宝の一つで、桃山時代の国宝でしてね。もう二度と作られない名品と言われているんですよ。値段にすると6000万といったところでしょうか。6000万？そんなにすごいものがこんなところに？これはここだけの話に。なんや、清高、そんなとこで彼女とお楽しみか？オーナー、彼女は店を手伝ってくれてる真白葵さんですよ。電話で報告したでしょう。ああ、そうやったな。葵さん、変わり者の孫ですけど、よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。いや、かえらしい。そこのカフェでコーヒーでもどうですか？はい。オーナー、バイトをナンパしないでください。それより何か用事でもあったんじゃないですか？ああ、そうやな。近頃ようできた贋作が骨董品店に出回ってるようでな。お前も気ぃつけ。ああ、それでしたら先ほど追い返したところですよ。こんな手抜きやったらあかんちゅうことか。矢頭清隆、その名前覚えたで。お疲れ様でした。ええ、暗くなりますから下鴨までお気をつけて。はい。どうして私の家が下鴨だって分かったんですか？それはそのうちすぐ分かると思いますよ。教団師は行けずってやつですか？ああ、ご存知なかったですか、葵さん？ん？京男は行けずなんやで。腹黒行けず教団師か。京都寺町三条にある蔵という名の骨董品店にホームスと呼ばれる不思議な教団師がいます。これはそんなホームズこと矢頭清隆さんと私、真白葵の京都を舞台にしたはんなり事件簿。事件に巻き込まれているみたいです。そうですね、厄介なことにならなければいいのですが。次回、葵の頃に。ホームズさんっていけずですね。